そろそろバイトの時間か。雪村くんのバイトって家庭教師よね。生徒はどんな子なの？不真面目で怠惰なところはあるが、教えれば確実に伸びる。優秀な女だ。へえ。え、女？女子高生？何未成年に鼻の下伸ばしてんのよ！変態！犯罪者！なぜそうなるのだ！